演舞開演。どうも、本日は もう毎度おなじみのこの袋ですね。かな、こちらもちもほんでもちもちきな粉を食べたい。見事な国際結婚ですね、あなたたち。すでにきな粉の香ばしい香りがしていますね。ではまずは中身とご対面。ではいただきます。きなこでもちもちといえば、そう、きなこ餅ですね。それを思わせる味わいのポンデリングでした。和風ポンデリング、あるいは洋風きなこ餅といった感じでしょうか。ただのポンデリングではもちろんまた違った美味しさがあってよかったです。こうきなこの香ばしさが最初から最後まで口から腹から楽しませてくれました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分永遠、よりお互いの旨味を感じ合えてもっと美味しく食べられたような気がします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。まあ青汁だったらこんなものかな。